女性用尿吸収パッドの霊陰形を包まない。男性用尿吸収パッドの霊陰形を包む。男性用尿吸収パッドの霊尿吸収パッドは、肺尿障害用の尿専用の吸収目的のパッド。下着の内側に肌に当てて使用する。尿の場合、尿専用の工夫がある。尿の吸収性を高めアンモニアの匂いを防ぐ工夫や、皮膚接触する面は尿による不快感を防ぎ。 尿漏れや汚れも防ぐよう設計されている。排尿トラブルの症状に合わせて、ナプキンのような形状のもの、男性の陰形を包む形状のものが用いられるほか、組み立て型、リハビリ用や夜間介護用など形態はニーズにより、多岐にわたる。人生の QOL、生活の質を高め、症状を改善し快適な生活を送るためにも、必要とされる。人間も、 また自然の一部であり、人類も自然の摂理から逃れることはできない。生物である以上、それぞれの自然史イコール、ナチュラルヒストリーが存在すると言える。日本衛生材料工業連合会のガイドラインにより、大人狼をむつの一種として、品名表示されている。排尿トラブルはいつ誰に起こるともしれない。事故や手術の後遺症など、 あるいは病気の影響というケースもある。排尿障害は女性は産後と排尿抑制機能の弱い高校生以下の子供に多く男性では年齢55歳以上に多く見られる。その陰には前立腺癌などの重篤な病気が潜んでいる可能性もある。昨今では生活習慣病の影響で若年齢化も進んでいる。前立腺癌の術後は 膀胱出口の筋肉を損傷することから多くの患者は尿漏れを起こすようになる。そのうちの約10%は経過後も尿漏れが収まらず生涯続くケースもある。排尿のトラブル人口が増加する中、中高年や高齢者、若い世代でも使われている。特に薄手のものは尿吸収ライナーとも呼ばれ、ユニチャーム、日本静粛レシア、顔や、 白十字など数社から発売されている。ありがとうございます。